えー、ひろゆきさんの浮気はどこからが浮気ですかまた浮気をする人しない人についてのひろゆきさんの考えを述べてください例えば AV 男優の人と結婚するとどこからが浮気かってなると多分肉体的接触ではないんですよねその精神的なところとか考え方の問題になるのでなのでそのお互い夫婦で決めるんじゃないですか浮気の定義は えー、ゲーム実況者木工さんのことが大好きでお付き合いしたいです。ただの会会社員でであるる私はどうすれば彼と出会えるでし木工さんって割とイベントにちょこちょこ出るので木工さんのイベントとかに行ってであの印象に残るようにしてください。あのすげえ高いプレゼントとかすると多分覚えてもらえると思います。 あの要は、ちょっとした安いもののプレゼントとか結構もらってると思うんですけど、高いプレゼントもらうと、さすがにびっくりするじゃないですか。であの金持ちアピールしまくってください。金持ち方かうかわかんないですけど、そうすると、あのこの人とはつながってたほうが得なのかなみたいなので、そのプライベートのなんかメールアドレスとか LINE とかっていうのが教えられる可能性があるので、なので、そのイベントで、あの、金目のものを渡すっていうのやってみてください。ただ、もこさんちょっと頭おかしいから、あの高いものって気づかない可能性ありますけどね。はい ただ、分かりやすく、なんかもう金塊とか、そういう感じのが多分分かれてますよね <laughs>、なんか、シャレたそのなんか小物のアクセサリーとかだと、木工さん、ほーんっつって、だから全然気にしないみたいになるかもしれないので、バカでも分かる、キラキラしたもののがいいんじゃないかなと思います木工さんがバカという意味ではありません、すいません、木工さんっていうゲーム実況をしてるお兄ちゃんがいるんですけど、あのサングラスで顔出ししてないんですけど、そんなに面白くないですよね。 あの、向こうさん、あの、多分100万人ぐらい登録いると思うんですけど、僕、向こうさんそんなに面白いと思ったことないんですけど、割と人気なんですよね。で、まあ、共演したこともあるんですけど、そんなに笑いを取ったこともないんですけど、まあ、元引きこもりで、で、ゲーム別にそんなに上手いわけでもないんですけど、でも、なんかまあ、人気なんですよ。<laughs> があるので別にそのあの顔出しやであればあのサングラスなりで顔隠してくださいただ全く顔を出さないのとそのサングラスなりって全然違いますなのでその顔が分かんないようにしてそのサングラスなりかけてあのゲーム実況でやるとなんとかなるんじゃないですか <laughs> 母校さんがなんとかなってるぐらいだしはいごめんなさいね <laughs> 皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげオじでした。バイバイ。